デイビッド・グターソンはアメリカ合衆国の作家、詩人、ジャーナリスト、エッセイスト。1956年5月4日、ワシントン州シアトルに生まれる。地元の公立学校を経て、ワシントン大学へ進学し、英文学の学士及びクリエイティブライティングの修士を取得する。グッゲンハイムフェローの一員である。プロの作家になる前に、12年間教職に就いていた時期があり、その時に物語やエッセイを書いて、小冊子や定期刊行物にして出版し始め、後にエスクワイア、スポーツイラストレーテッド、ハーパーズマガジンなどの雑誌に掲載されるようになった。1989年、太平洋岸北西部を主な舞台とした、処女短編集 The Country Ahead of Us、The Country Behind が出版される。1992年には、家族や教育についてのエッセイも収めた第2作。Family Matters: Why Homeschooling Makes Sense が出版された。1994年に出版された第3作、殺人容疑でペン、フォークナー賞を受賞、約400万部発行された同作は著作の中で最も有名な作品となり、1999年にスコット・ヒックス監督、イーサン・ホーク主演でヒマラヤ杉に降る雪として映画化され、アカデミー撮影賞にノミネートされた。その他の作品に、死よ光よ、アワー・レディ・オブ・ザ・フォレスト、ザ・アザー、エド・キングなどがある。フリージャーナリストとしては、環境問題や旅行記事、三面記事などを書いていた。私生活では、23歳の時に結婚し、4人の子を設けた。近年は、ピュージェット湾ベーンブリッジアイランドに住んでいる。作家のための組織フィールズエンドの創設者の一人である。ありがとうございます。